皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。今回は見たら練習したくなる動画ということで、2本目の動画でございます。さっきの1本目の動画では、わかるとできるは別物だという話をさせていただきました。わからない、わかる、できない、できる、それぞれの要素があるけれども、これらは全然別の要素でして、リンクのさせ方については気をつけなきゃいけないよ、なんていう話をさせていただいたんですけれども、ご覧いただきましたでしょうか。今回のこの2本目の動画に関しては、練習のステップという話をさせていただこうかなと思います。練習のステップ。まあ、練習をするときにね、うおー、今からギター練習するぜ、おら、バレ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 って感じで、やみくもにがむしゃらにやることももちろん全然 OK なんですけれども、ちょっとこう立ち止まってね、練習をステップ化、細分化して考えてみるのもなかなか面白いなと思うんですよ。まあ、これはね、一つの考え方としてね、もしよければ取り入れてほしいなという話なので、別に正解というわけではないんですが、あ、ちょっと面白いかな、面白そうだな、やってみようかなと思ったら、ぜひ取り入れてみてくださいませ。練習のステップ化、練習の細分化という話でございます。で、またベラベラと喋った後に、皆さんが動画を見終わった後に、よっしゃ、今日はめっちゃモリモリ練習するねんでって思ってもらえるように、いろいろベラベラ喋ってみますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。はい、こんな感じです。ではでは、練習のステップ化。まあ、いろいろ細かい要素はあると思うんですけれども、まあ、3つぐらいに絞れるかなと思って、3つに絞ってみました。ちょっと堅苦しい感じになっちゃうかもしれないんですけれども、こんな要素があるということは少し覚えておいてみてくださいませ。別にメモ取ってもいいですし、取らなくても構いません。なんとなく眺めるだけでも OK です。そして、この書き順に関してはあんまり突っ込まないでください。書き順は、この額の低さを表す一つの要素かもしれませんが、まあ、私がね、とても額が低いということは、わかるかと思います。その日はまあ、ね、ご愛嬌というかね、そういう時もあるという話ですよ。書き順がおかしくても、僕は恥ずかしくない。いや、恥じろという話なんですけども、僕はもうそういうところはもう諦めた。いいんですよ、どうせ額が低いですよ、どうせ。まあ、別に書き順ぐらい気をつけろ、気をつけろって話なんですけども、こんな要素でしょうか。1、用意と環境。2、覚えると理解。3、反復と習得。そんな話でございました。まあ、ちょっと言葉を当てはめたら、なんかこうなったって感じなんですけどね。結構後付けに近いんですが。まあ、こういう要素があるかなとわーっと考えてみて、まあ、その要素に対して名前を付けるとしならば、言葉を当てはめるとしならば、まあ、こうなるかなという感じです。ちょっと堅苦しく感じるかもしれないですけども、全然内容は緩いので、そんなに肩肘張らずに聞いていただければという感じです。例えば、皆さんが今から、そうですね、ワンオクロックの曲をコピーしようと思ったとします。ワンオクロックの曲が弾きてぇぜと、うおー、あの曲コピーして、うおー、練習してぇな、うわーってなったとします。で、まず、やることとしては、1番、用意と環境です。まあ、簡単に言うと、楽譜を用意したりすることってことですね。MP3 とか CD とかを用意して、いつでも曲を確認できる環境とか、楽譜とかを用意して、いつでも手順を確認できる環境とか、あと時間の確保っていうのもこの要素の一つかなと思います。そんな感じで練習をしようと思ったときに、あれがないとか、これが足らないとか、何々がないっていうことで困ってしまわないように、ちゃんと用意をして、環境を整えておくということです。で、まあ、1本目の動画でも言いましたけれども、そのね、楽譜とかに関してはね、無料で転がったりとかするんですけれども、できればその物であった方がね、物で差しであった方が、練習しようと思ったときにすぐにバッと開けるので、すごくおすすめです。やっぱりインターネットだとパソコン立ち上げて検索して、ブックマークとかなんかね、呼び出して、で、ちょっとポチポチやってから、よし、行くぞみたいな感じになってしまうので、うおー、練習しよう、バーバーっていける紙ベースっていうのはやっぱり強いです。そういった意味で僕としては、紙ベースの楽譜をお勧めしますが、その辺は臨機応変に対応してくださいませ。で、その次、覚えると理解。1本目の動画の内容とちょっとかぶってしまうところもあるんですけれども、いきなりできるを目指さないということです。まず、分からないを分かるところに持っていくということ。できない状態がいきなりできるということは、まあ、もちろんあるんですけれども、なかなかないので、まず分かる状態を目指すということです。で、楽譜とか、曲のコピーをするときに関して言えば、覚えちゃうことというのも一つの要素かなと。できなくてもいいんですよ。できなくてもいいんです。そのテンポを速く、原曲のテンポについていけなくてもいいんです。もうめちゃめちゃテンポをゆっくりにしてもいいですし、なんならもうほとんどにもう途切れ途切れ止まっても構いません。止まっても構わないので、楽譜を見なくても弾けるっていうステップにまず持っていってほしいんです。
1曲丸々じゃないですよ。最終的には1曲丸々ですけども、最初はイントロだけ、その次は A メロだけ、B メロだけ、サビだけ。で、それらができてきたら、そのワンコーラスを目指して、ワンコーラスもできたら、ツーコーラスも目指して、で、最終的には全体を覚えるという状態を目指すと。楽譜がなくても、すぐに弾けるという状態を目指すわけです。これはさっきの環境と一緒なんですよ。その、よし、練習しようと思ったときに、楽譜を用意しなくても弾けるという環境を用意すると。練習しようと思ったら頭の中にワーッと入っていくから、すぐに練習できると。そういったものをまず目指すわけなんです。で、覚えるというステップを踏んでから、初めてこう習得につながるんですよ。それがこの3つ目の反復と習得というところですね。さっき1本目の動画で言ったように、まず分からないから分かるに持っていくと。で、分かったならば、次は反復をすることによって、できないをできるに持っていくということになります。この辺のながら練習は、本当にもう繰り返し勝負なんで、何かしながらとかでも構いません。覚える練習に関してはね、正直見ながらとかね、確認しながらとかなんで、ながら練習は結構厳しいと思うんですけども、ながら練習する場所としてはここです。頭の中にある程度そのフレーズを突っ込んでおいて、もうひたすらこう反復練習で繰り返し繰り返しやっておいて、で、この繰り返しの練習はボケーとしながらでも構わないですし、テレビ見ながらとかでも構わないですし、なんかしながらでも別に大丈夫です。とにかくもうひたすら繰り返すんです。ひたすら。もう意識半分でも噛めません。もうひたすらバーッつってこう指を動かし続けるわけなんです。そうすると、ちゃんとこう、ね、自分の体にこう染み込んでいくというか、指に溶け込むというか、体が覚えてくれるので、まあ、いよいよその習得につながって、どっこいと、できないができるに、どっこいと、ステップアップして、習得につながるというような、そんな話です。他にも、例えば皆さんが何かしらの曲の耳コピをしようと思ったと思います。曲、楽譜がないからちょっと耳コピしようかなと思ったときに、まず用意するものとしては、まあ、音源ですよね。あと、その耳コピをするためのツール、例えばそのアプリの耳コピとか、早いものとか、そういったものを用意すると。あと、人によってはヘッドホンとかした方がやりやすいかもしれませんし、何かしらこうメモとか、用意する、書くもの、書かれるもの、そういったものが必要なときもあると思います。そんな感じで環境をまず用意すると。もしかしたらコーヒーが必要になるかもしれないですね。お茶が必要になるかもわからないです。で、それらができてきたならば、ひたすらこう音を取っていくわけなんですけれども、耳コピの場合は覚えるというよりもその理解することですよね。どこのポジションで弾いているのかな、どこで、どういう手順で弾いているのかなというのをそのガーッと書いて、このメモを取っていくわけなんです。で、それらをこうひたすらこう理解していくわけですね。ある程度のところでそのつまずいたりするかもしれないんですけれども、例えばその1小節目はわかるけれども、2小節目はわからない、でも3小節目はわかるみたいな感じでつまずいたりするときもあると思います。そのときにあんまりこう真面目に取り組みすぎないことも大事です。1小節目わかる。ここ、2小節目わかんない。けど、ここからわかる、わかる、わかるで進んでいくと、結構このわかるところのヒントで、ここのわかんなかった部分がわかったりとかするので、あんまりこう順番にね、真面目に 100%、100% 目指していかないようにすることも大事だと思います。適度に力を抜く。適度に7割、8割ぐらいの完成度でわーっと進めていって、で、わーっと進めていって、この一フレーズが完成したときにわかることっていうのもあったりとかするんですよ。あ、これこういうことか、このポジションじゃねえかってなることも多々あるんですよ。そんな感じでこうパパパパッと書いていって、まあ、手順を理解することがまず大事だということです。で、必ずその音を取りながらメモを取ってください。耳コピの場合は。取ってるつもり、覚えてるつもり、分かってるつもりが、一番危ないです。意外と分かってないですし、意外と覚えてないですし、意外と分かんないものです。なんで、その自分をあまり信用しすぎずに、ちょっと分かったことがあった、気になったことがあったら、もうすぐにメモを取っておきましょう。で、そんな感じで、理解をすることができたならば、耳コピをすることができたならば、あとはまあ同じように、反復して練習して習得をしていくというようなステップになります。こんな感じ。何かしらその環境とか、ものを準備したりとかして、用意をして、で、その次はひたすらこの覚えていく、もしくはその音を取っていくという作業なわけです。で、その後にひたすら繰り返しをして、反復練習をして、習得をしていくという感じですね。結構な人が、こことここを一緒くたに考えてしまうと思うんです。とりあえず弾けばいいと。とりあえず練習すればいいと。とりあえず繰り返すればいいと。まあ、1本目の動画で言うと、この、分からないが分かるになれば、できないができるになると。思う人結構多いと思います。けど実際はそうでもないんですよね。意外とやってるつもりがやってない、できてるつもりができてない、そういったパターンもたくさんありますので、ちょっとお気をつけくださいませ。
覚えているつもりが意外と覚えていない。そういうのも多々あると思います。何々しているつもりが何々できていない。すごい多いので、ぜひお気をつけくださいませ。すげえ危ねえパターンです。ちょっとまたいきなり歌になるんですけれども、皆さん、スマートフォン、お使いですか？スマートフォン。ちょっと実験をしてみましょうか、実験。これは、まあ、その僕もまた別の方がやってらっしゃるのを見て面白いなと思った実験なんですけれども、スマートフォン、ブリッと開いていただくと、まあ、アイコンがたくさん並んでいるかと思います。ちょっと今、ポケットの中からそのアイコンを出す、まあ、スマートフォンを出す前に、一番最初のホーム画面の一番左上のアイコンが何か、一番左上のアプリが何か、ちょっと思い浮かべてもらっていいですか。今、スマートフォンでこの動画を見ていたならば、少し思い浮かべてください。ホーム画面に戻ったときに左上に何のアイコンがあるかなと。今、iPhone から、スマートフォンからご覧いただいている方は、ちょっと今、動画を飛ばして、止めて、ちょっと今確認をしてみてください。どうぞ。パソコンからご覧いただいている方は、ちょっと今、スマートフォンを見てみましょうか。左上のアイコン、あれかなと思い浮かべたならば、ちょっと画面を開いて確認をしてみてください。僕の場合は、左上のアイコンはカレンダーでした。カレンダー。まあ、結構な方が分かったかと思います。うん。意外と、まあ、スマートフォン見てるもんだなと思ったと思うんですけども、どうでしょう。左上のアイコン合ってました。で、左上のアイコン、まあ、確認したところで、必ず見てるものがあると思うんですけれども、まあ、ちょっと画面閉じていただいて、時間って、見てました。まあ、普通に画面の中に必ず時間って表示されているので、左上のアイコンを確認したならば、必ず視界の中に時間は入ってたと思うんですけれども、何時何分だったか、わかりますでしょうか。結構な方がやっぱり見てないですよね。見てるつもりだけども見てない。というか、まあ、視界に入ってて、見てたんだけども見てない。見てたけど見てない。なかなか面白いものだなって感じですよね。これは TED.com のある方がやってた実験で、ちょっと面白いなと思ったので、今真似してみたんですけれども。そんな感じで、やってるつもりがやってないっていうのはね、人として結構たくさんあるものなんです。見てるつもりが見てないし、やってるつもりがやってないし、なんか覚えてるつもりが覚えてない、できてるつもりができてない。何々してるつもりが何々してない。こういったものはすごくたくさんあるので、ちょっくら気をつけていただけると嬉しいなという感じでございます。またちょっと違う視点から言うと、こういう技術の習得も、勉強とかの習得もそうだと思うんですけれども、一回聞いただけじゃ大体わかんないものなんですよ。一回弾いて、こう、土台ができるようなイメージですね。ここでいけばそのステップ2のここです。覚えると理解。ある程度覚えた時点で、なんとかこう土台ができるような感じなんです。で、そこでできたと勘違いしてしまう人がすごく多いんですけれども、実際はそこからが大事で、ひたすら繰り返して練習したりとか、ひたすら繰り返して、この復習をしたりとかすることで、その広がった基礎知識みたいなのが、どんどん立体的に膨らんでくる瞬間というのがあるわけなんですよ。知識が立体的になるというんですかね。すごい、一回覚えて、一回聞いて、一回勉強して、なんとなく覚えたこの平面的な知識、技術というのが、繰り返すこととか、あと違った方向から勉強したりとか、日が経つことによって、だんだんこう立体的なものになっていくようなイメージです。でも、この立体的なものにする努力、つまりこの反復が足んないと、いくらこう広げても気づいたらなくなっているっていうパターンもすごくたくさんあるんです。なので、まあ、練習しているつもりになるのも悪くはないですけれども、その辺気をつけていただけると、すごく良いかなという感じでございます。はい。余談含め以上でございます。練習のステップを3つに分けるとしたらば、用意と環境、覚えると理解、反復と習得、こんな要素があるよという話でございました。よかったら皆様の練習にも取り込めそうだったら取り込んでいただけると面白いなという感じでございます。はい。それでは、前回に引き続きまたちょっと長い動画になりましたけれども、日本の動画、終わりでございます。まあ、平たく言うと、まあ、楽しんで練習しましょうってことなんですけどね。楽しんで練習しましょう。楽しんでいけばいいんですよ、単純に。もうこんな難しいこと考えずに。楽しめばいいんですよ、楽しめりゃ。楽しければ勝手に弾くし、弾けば勝手に上手くなるし、上手くなれば楽しいし、楽しくなれば勝手に弾くし、っていうそういう循環でございます、基本は。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら。